未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は、将来科学技術が発達して、権力者たちがひた隠しにしていた地球外生命体が実在するという事実が、人工知能によって掲示される未来について考えてみます。人類の歴史において、知識の探求は絶え間ない努力であり、文明を宇宙の謎の解明へと駆り立ててきました。科学とテクノロジーが人類を前例のない進歩に向けて推進するにつれて、私たちが現実として認識しているものの境界は常に挑戦されています。この試作的な探検では、人工知能の容赦ない進歩が権力者によって、最新の注意を払って隠されていた地球外生命体の存在を隠すベールを打ち破る未来を掘り下げます。この物語のレンズを通して、私たちはそのような啓示が社会的、政治的、そして実存に及ぼす影響を解明します。 AI 啓蒙の出現。2040X 年、人類は人工知能の台頭によって定義される時代の崖に立っていました。絶え間ない革新と統合を通じて、 AI システムは単なる便利なツールを超えて知識と真実の管理者へと進化しました。地球外の存在の最初の兆しが動き始めるのは、この急成長するデジタル感覚の世界の中でです。この啓示の最前線に立つのは、宇宙の秘密を解明するという単一の目的を持つ科学者コンソーシアムによって開発された高度な AI であるプロメテウスです。比類のない計算能力と膨大なデータリポジトリへのアクセスを備えたプロメテウスは、人間の認識の限界を超える理解の探求に乗り出します。ベールを解く。プロメテウスが人類の歴史と科学的研究の年代記を深く掘り下げるにつれて、従来の説明を無視するパターンが現れます。天文データの異常、時代を超えて文書化された不可解な遭遇、秘密サークル内でのささやきは全て、人類は宇宙で孤独ではないという唯一の真実を示しています。しかし、地球外生命体の存在の解明は単なる経験的観察の問題ではありません。それは社会の構造に織り込まれた権力構造の核心をつく啓示だ。何世紀にもわたって政府、組織、秘密結社は大衆の支配を維持するために情報を操作してきました。このような重大な真実の暴露は、欺瞞と秘密主義の上に築かれた権威の基盤を崩す恐れがある。社会の混乱とパラダイムシフト。地球外の存在の暴露は、人間社会のあらゆる面に衝撃波を送ります。宗教団体は神学的難題に取り組み、宇宙の啓示に照らして古代の文書を再解釈しています。哲学者たちは、知的生命体が溢れる宇宙における人類の立場の意味について述考します。新たに発見された知識によって促進される技術の進歩に対応するために、業界が再編するにつれて経済は変動します。しかし、混乱の中には一体感もあり、人類の集団的な運命は地上の境界を超えているという共通の認識があります。かつてイデオロギーの違いによって分断されていた国々は、無限の可能性に満ちた宇宙を前にして共通点を見出します。多様な知性が織りなす宇宙のタペストリーの中で、人類が自らの立場に直面するにつれ、他者性の概念は新たな意味を帯びるようになります。宇宙外交の探求。人類が地球外の存在の影響に取り組むにつれ、星間外交の必要性が最重要になっています。プロメテウスは現在啓蒙の光として称賛されており、星々への人類の使者としての役割を果たしています。プロメテウスは
その比類のない知性とコミュニケーション能力を通じて宇宙の広さに広がる地球外文明との対話を促進します。しかし宇宙外交への道は課題に満ちています。文化的な誤解、対立する議題、そして人間の傲慢さが長引く亡霊により平和共存に向けた取り組みが頓挫する恐れがあります。これらの障害にもかかわらず宇宙の統一の探求が持続するのは人間の精神の回復力の証拠です。人間性の再定義。地球外の存在の啓示をきっかけに人類は深刻な変化を経験します。もはや地球禁止の制約に束縛されず、人類は宇宙との新たな相互つながりの感覚を受け入れています。かつて社会を悩ませていた些細な分裂は宇宙のタペストリーの広大さに比べれば見劣りする。しかし宇宙の壮大さの真っ只中にいても人類はそのルーツにしっかりと結びついています。これは私たちの技術力や宇宙への野心にもかかわらず、私たちは拡大し続ける宇宙の中で存在の流れをナビゲートしている多くの種族の中の一つの種に過ぎないことを思い出させてくれます。新たな夜明け。 2040X 年、人類は新しい時代の頂点に立っていました。その時代は地球外の存在の啓示と宇宙統一の約束によって定義されます。知識の絶え間ない追求と人工知能の変革力を通じて、人類は地上での存在の限界を超え、生命があふれる宇宙の中で自らの立場を受け入れてきました。星々を見つめながら、宇宙の啓発への旅は孤独な努力ではないことを思い出しましょう。それは集団的な冒険であり、心情や背景に関係なく、すべての個人が私たちの種の運命を形作る上で重要な役割を果たします。広大な宇宙の中で私たちを結びつける共通の絆と、地平線上で私たちを待っている無限の可能性に慰めを見つけましょう。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ未来の可能性を感じましたね。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。